このスバ。ずるいぞカズマ、その技をこのタイミングで使うのは卑怯だ。下道ですね。何か企んでいるとは思っていましたが、こんな手段を使うとは。なんとでも言え、とにかく俺の勝ちだ。今日の風呂掃除はダクネスが。ちょっとみんな、暇なの？暇なのね。クエストに行くわよ。あれ、どうしたのみんな。アクアが自分からクエストに行きたがるとは。明日は雨でしょうか。まさかツケが溜まりすぎて首が回らなくなったとか、そういう理由じゃないだろうな。失礼ね。私だって冒険者なんだから、クエストくらい行きます。今回のクエストは突撃高飛びの討伐よ。ああ、それじゃあダクネス、風呂掃除は頼んだ。ちょっとカズマさん、私の話を聞いて。今とっても大変なの。ほら、最近夜中に変な音がすると思わない？何かが激突するような。確かに何度か耳にしたな。あれ、突撃高飛びの群れのせいらしいの。町の外壁にぶつかっては満足して帰っていくらしいわよ。迷惑よね。爆裂魔法を打ってクレーターを作っては満足して帰っていく頭のおかしい娘もいるから何とも言えないな。誰のことですかそれは。というか頭がおかしいとは。とにかくナイーブな私は騒音があったら眠れないの。私の安眠のためにも討伐に行くわよ。自分の安眠のためか。ま、アクアらしい理由で安心したよ。突撃高飛びは確か走り高跳びの亜種だったな。ええ、突撃高跳びの羽毛はふっかふかで触り心地が最高なの。その羽毛を使った寝具は王族や貴族が好んで使うほどの最高品質。羽毛を手に入れて布団とか枕とかも作れば討伐報酬と合わせて一石二鳥よ。パス。ちょっと、どうしてよ。俺は今の寝具で満足しているからな。いいわよ、私たちだけで討伐してくるから。後で羽毛布団が欲しいと言っても知らないからね。え、私たち。アクア、作戦は。私がモンスターを一箇所に引きつけて、メグミンがまとめて吹き飛ばすの。ダクネスはいざという時の壁役ね。シンプルだが突撃高跳びには有効な作戦だ。走り高跳びの経験もあるし、落ち着いてやれば問題ないだろう。ふふん、カズマがいなくても楽勝よ。後で泣いて悔しがっても知らないんだから。あのアクア、それ以上言うと何かが起こりそうな嫌な予感がするので、その辺にしておいてくださいね。この鳴き声、それに地鳴りも近づいてきた。来たわね、突撃高跳びの群れ。かなりの数です。余裕よ、羽毛のついでに鶏肉も手に入れて、カズマさん抜きで唐揚げパーティーを開きましょう。行くわよ、フォルスファイア。このスバ。冒険の軌跡をご覧になりますか。このスバ。アクアがジタバタしていると群れがうまく集まらないぞ。計画に少々の狂いはつきもの、要は倒せればいいのです。うがてエクスプロージョン。
ナイス、バクレーツ。ちょっとだけ取り逃しましたが、いい音でした。あとは頼みますよ、アクア、ダクネス。いい音どころじゃないわよ！打ち漏らした奴らがこっちに来るんですけど！あー！アクア、私の後ろに！私が盾になる！このままだと私も群れに踏まれてしまいそうで。ピーッ！もうどうしたらいいの？赤島じゃん！損撃機。この家はもしかして。はあ、嫌な予感がして見に来てみたら案の定だ。アクア、これは貸しだからな。カズマ、ずるいですよカズマ、こんなかっこいい登場の仕方。まさか狙ってましたね。今はそれどころじゃないだろ。また来るぞアクア、クリエイトウォーターだ。わかったわ、クリエイトウォーター。ビッビッ、いいぞ、この位置なら。フリーズ！ダクネス、その硬い筋肉で滑ったそいつらを残らず受け止めろ！ふぅ、ざっとこんなもんだろう。突撃高跳びは肉も美味しいですね。カズマ、唐揚げおかわり。あいよ、もう少しで追加の分も上がるぞ。羽毛布団もできて、美味しい肉にもありつけて、蹂躙もされた。今日は悪くない一日だったな。あ、アクアもこれで安眠できるだろうって。突撃高跳びが一匹、二匹、助けて。シュワシュワを飲みすぎたんでしょうか。寝てますね。しかも作った羽毛布団を使わずに、こいつのどこがナイーブなんだよ。まあいいじゃないか、いい夢を見てるんじゃないか。それよりカズマ、今日は助かったぞ。カズマが助けに来てくれなかったらどうなっていたか。私はきっと来てくれるって信じてましたよ。なんだかんだでカズマは仲間思いですからね。はっ。アクアには今月ずっと風呂掃除をやってもらうことにするよ。倒したわ、女神アクアの勝利ね。これで安心して寝られるわ。夢の中でも寝ようとしてるのかよ。ほんとこのダメ神は。この巣箱